ふざけるな。俺たちが来たのはそんなセリフを聞くためじゃない。お前たちはこのままガルガスタンの奴隷でいいって言うんだな。解放軍は邪魔だって言うんだな。そんなに熱くならないで、バイス。これじゃ話したくてもできなくなるわ。戦って何になるというんじゃ。争いは憎しみしか生み出さん。わしらは今のままでいいんじゃ。ここなら戦火に巻き込まれることもないし、食うには困らん。家畜と変わらない生活なんだぞ。ここにいる限りそれは変わらない。自由が欲しくないのか、人間らしい生活をしたくはないのか。ウォルスタの誇りはどこへ行ったんだ。あんたたちが何もしなければ平和な生活は続いたんだよ。解放軍だかなんだか知らないが、ただ首がすげ替わるだけじゃないか。私たちには関わりないことだ。あんたたちと同じことを言ってた息子は半年前の戦争で死んだよ。私の息子を返しとくれ。お願いじゃ。このまま帰ってくれんか。ここに戦おうという者はおらん。それにお主たちは勝てるとでも言うのか。英雄だかなんだか知らんが、うぬぼれているだけではないのか。遅くなって申し訳ない。ちょっとこっちへ来てくれないか。話は聞かせてもらった。やはり説得は難しいようだな。いや、気にしなくていい。こうなることは分かっていたんだ。よく聞いてくれ。これから町の住人を一人残らず殺すんだ。こうなることを予想されていた公爵様のご命令なんだ。どうして、一体どうして、なぜなんだ。理由を教えてくれ。公爵様はこう申されていた。バルマムッサの住人がすんなりと放棄するなら何も問題はない。しかし、あの子供たちが言ったとて、奴らは武器を手に取り、革命のために命を投げ出したりはせんよ。その時、お前はガルガスタンを装い、住人を一人残らず殺すのだ。何ですと。我が同胞を殺せとご命令になるのか。落ち着け、レオナール。お前は頭のいいやつだから分かろうが。よいか、ガルガスタンとの戦いに勝つには、これまで以上に我々ウォルスタの団結が必要なのだ。バルマムッサがガルガスタンによって滅ぼされたとあれば、他の自治区にいる同胞は嫌応もなく戦わざるを得ない。しかしそれに、そうした暴挙をガルガスタンの反体制派が黙ってはおるまいよ。いずれにせよ、アルバトスは戦力を我々とガルガスタン内部の反体制派に分散しなければならなくなる。そして我々は勝機と、
バルバトスを討ち取る大義名分を得ることができるというわけだ。しかし彼らは黙ってはおりますまい。その時はお前が。従ってくれるな。こうしなければオルスタに明日はない。